はい、どうも皆さんこんにちは、三賢者の新平です。今日も言葉をやっていきましょうということで、今回はですねガチャキャラの解説編ということで、ちょっとね短めの動画、見ていただこうかなと思います。先にねんカープの動画をアップロードしているので、そちらを見てくださった方は大体内容が分かっていると思うんですけども、今回の新言葉祭りでピックアップされている新たなキャラクターんカーポ、ダインユキ、カノープスの3体なんですけども、初心者の方とか始めたばかりの方ってこのガチャ引いた方がいいのとか、このキャラって強いのってなんとなく分からなかったりすると思うんですね。そこで僕個人的な意見でこのピックアップされている3体を評価して、それを参考にガチャを引いていただければいいかなと思ってこういう動画を撮っております。一体一体にねそんなに長い時間かけられないので、今回は3分ぐらいの短い動画になっていると思うので、一体一体紹介していきたいと思います。今回はダインユキでございます。行ってみましょう。はい、ダインユキですね。まあ言わずと知れた、もうねすでにプレイしている方とか持っている方は分かると思うんですけども、オドラコの最適性のキャラクターになっております。リーダー特性が獣属性が4体以上いるとき、かつ水属性が12体かな。はい、水属性12体、獣種族が4体以上いる場合、炎上耐性が 100% かかるわけですね。でデッキの HP が120、アタックが150、非常に強力な技になっています。でヒールブレイカーとウォールブレイカーを持っていて、獣、竜属性キラーで文字変換 U を持っていてって、もうてんこ盛りなわけですよ。で、オドラコに最適性と言われているんですけども、まあ巷で噂されているのは、じゃあダインユキって結局モーネロには使えるのっていうところなんですよね。ダインユキ確かにオドラコにはめちゃくちゃ強いんですけども、じゃあでもサロメ持ってる人からすると、ダインユキってなくてもよくないってなってるんですよ。で一番問題なのは、じゃあモーネロに適正なの、モーネロの人権キャラクターなのっていうところなんですよ。でモーネロの人権キャラクターがダインユキなのかというと、おそらくこれ違うと思います。絶対にダインユキがいないと勝てないキャラではないと思います、モーネロ。なんでかっていうとですね、生放送でちょこっとだけ先行公開されたモーネロのクエストなんですけども、初手いきなり汚染を4体にボーンかけてくるんですね。3体かな、にボーンかけてくるんですね。大勇気リーダーでいった場合、3体全員汚染を食らうことになるんですよ。ってなってくると人権じゃないよね。大勇気リーダーにしてソロでじゃあ勝てるかっていうと、多分これ勝てないんですよ。で、今回今までにない例が見られています。運営がしきりにココロとサロメでモーネロいけますって繰り返してるんですね。今までの破滅級ってこういうことがなかったんですよ。っていうことは今回ココロとサロメでペア組めばいけんじゃないの、むしろペアじゃないといけないんじゃないのっていうのが今回の考察なので、大勇気今回当たらなかった人無理に追う必要ないんじゃないのかなと思っております。まあオドラコに勝ちたいのであれば引いてもいいと思うけどね。まあ俺当たってないんだけどね。